究極のオンロード向け911の最新モデル。ポルシェは1963年の誕生以来。これまで何度か究極のオンロードスポーツと呼ばれる911を世に送り出してきた。1973年には RS の元祖である彼ら RS。80年代の930ターボ。 911ターボ3.3や 4WD の959。そして、水冷時代に入って2016年の 911R。そして、最近では GT3 ツーリングパッケージなどがそれに相当する。ポルシェのオンロード GT 開発チームは今回、私たちの想像を超えた組み合わせがあることを明かしてくれた。 それが今回テストした 911ST で911の誕生60周年を記念して送り出されたスペシャルモデルである 911GT3RS より 70kg も軽量ベースに選ばれたのは GT3 ツーリングパッケージでプラス 15PS525PS を発揮する GT3RS 用のフラットロックエンジンを搭載しているが驚きはその空車重量で 1380kg と GT3 よりも 40kgRS よりも 70kg も軽いその結果パワーウェイトレシオは 2.63kgPS と992シリーズの中で最軽量 フェラーリやランボルギーニなどのパイパーカー並みの数値だ。この軽量化を達成するためにボンネットやドア、シート、ルーフなど多くの部分にカーボンパーツを採用し、リアシートは外され、防音材も極力省略。さらにリチウムイオンスターターバッテリー3 5ラムマグネシウム製のセンターロックホイール、 10.3kg セラミックディスクブレーキ 18kg 軽量ハウジングのクラッチ 10.2kg シングルマスフライホイール 10.5kg を採用さらには降臨ステアシステム 10.5kg まで外されているベースモデルに最高速では負け加速では上回る 搭載される RS 用のエンジンは最高出力525馬力最大トルク 465nm を発揮組み合わされるトランスミッションは6速 MT のみでギア比は8%ほど落とされているその結果最高速度は時速 300km とベースモデルの GT3 ツーリングパッケージの MT モデル 時速 320km よりは遅いが逆に 0100kmh は3.9秒から3.7秒に短縮されさらに 0200kmh では11.9秒から11.2秒と明らかに速いカーボン製のスポーツシートに身を任せ左手でスターターキーをひねると乾いたボクサーサウンドが 薄い防音材を通してダイレクトに耳に届く。専用デザインのショートストロークのシフトノブで一足を選択し、シングルマスのフライホイールでありがちなエンジンストールを避けるために、わずかにクラッチを滑らせながら慎重にミートさせる。このテクニックというか感覚は古い911を知る者にとっては非常に懐かしい。 筆者は当時ポルシェの代理店であった六本木の三つ輪自動車で73カレラ RS を購入したユーザーが信号を3つ超えた交差点でクラッチを焼きつかせてしまったという逸話を思い出したセラミック製ディスクブレーキを標準装備クラッチが繋がった 911ST はまさに背中を蹴飛ばされたような加速を始め スロットルペダルの動きにこうして軽快に速度を上げていく。イタリアの田舎に広がる一般道路に設定された。コーナーに富む試乗コースはまさにこの 911ST にふさわしいルートで、ステアリングホイールに当てているわずかな手首の動きに反応して、コーナーをひらりひらりと通過。さらに続くわずかな直線で鋭い加速を楽しむ。 ちなみにリアスポイラーは行動走行を考えて走行抵抗を減らすため時速1 2 0トル以上出さないと立ち上がらない今回大いに存在感を示したのは標準装備のセラミック製ディスクブレーキで踏み力に合わせてキレの良いコントローラブルな制動力を発揮した繰り返すがこの 911S キーははサーキットででタイムを競うモデルではないしかし今回の試乗コースのようにコーナーに飛んだ一般公道で A 地点から B 地点へ到達するには最速の911だろうポルシェが用意したおよそ半日の市場コース設定は帰りの飛行機に間に合うのかと心配になるくらいの距離だったが 到着してみればコーヒーを堪能する余裕もあった。911ST の日本価格は4118万円。最良のロードゴーイング911。そして投資としても申し分のない素性と内容を持った911ゆえに、十分な可処分所得とガレージに余裕あり。 購入を検討している方は、リーラーへ急ぐべきである。ポルシェジャパンは8月2日から受注を始めていて、1963台の限定生産ゆえにすでにすでに完売かもしれない。